いいって。あ、まあ行こう。なんでこんな痛いのに上なんだよ。あれ、看護師、あれ、すいません。はい。ちょっと足痛くし、足捻挫したんですよ。はい。ちょっと見てもらいたいなと思いまして。はい、どうぞ。あ、ここに座ってください。座ってください。お母様、お母さんここに座ってください。はい、ありがとうございます。やれやれ、足がボロボロになってしまった。すいません、冗談です。冗談なんですけど、1週間前に足を捻挫しまして、はい、ギブスやったんですよ。で、今日やっと取ったんですよ。片手ですか。あんまりいいっすけど、はい。で、すごい怖かったんですよ。なんていうんですかね、チェーンソーみたいなのでウィーンって、ね、しかも背広着た男の人がやったんですよ。どう思います？まあ、うん、で、どうですか、これちょっと見てもらいたいんです。痛いんですよ。ギブスね、外れてこれやってるんですけど痛いんですよ。はいはい、ちょっと見てもらっていいですか。外せばいいんですか。いや、これ外さないようにって言われました、前の病院では。はい。なので、ちょっとこれで痛いっていうことなんですよ。どうすればいいですかね。入院すればいいんですよ。いや、はい、入院すればいいんです。なんだそれ。なんですかそれ。私、木村と申します。すみません。はい、知ってますよね。はい、入院ですか。なんで入院なんですか。足がボロボロってさっき言ってるからで。真似してもらっていいですか。やれやれ、足がボロボロになってしまった。いや、そんなことできるわけありません。これ悠々白書っていう潜水っていう人がね、真似をしなくていいんですけど、使ってるセリフのアレンジなんですけど、やれやれ、服がボロボロになってしまったっていうのをアレンジしたの。まあ、すいません。今その話じゃありません。ああ、すいません。いや、本当入院っすか。はい、入院だってどうする。どうしましょう。入院するの。はい、入院するしかない。あ、お母さんも、お母さんもここにいてもいいですよ。はい、はい、はい。なんですけど、面会とか入院したとしたら大丈夫ですか。ずーっと入院ですかね。どれぐらい入院する。だからずーっと、今は5月でしょう。はい。で、6月に帰らないとダメなんですよ。はい、あ、6月、まあ5月、もう5月終わるんですよ。もう、6月の何日ですか。6月の、はい、22。じゃあ6月の37。ないね。あんた誰。あ、すいません。1ヶ月入院みたいな感じでになるんですよね。なんで入院なんですか。やれやれ、足がボロボロになってしまったって言ったので。その発言が良くなかったんですか。はい、それだけで。早く入院する場所に行きますよ。え、部屋ですか。はい、入院の部屋って。はい、はい、来てください。はい、やりたい。はい、大丈夫ですか。大丈夫じゃないです、痛いです。こちらです。入院するところはこちらです。なんか不眠の匂いがします。あ、すいません。何もない。してください。はい。はい。あ、ここは入院部屋。はい、あ、まだ寝ないんで、僕の妻なんですけど。はい。
付き添いしても大丈夫なんですか？泊まっても大丈夫なんですか？はいはい、大丈夫。だってお世話を見なきゃダメなんだから。え、ほら、あれ、お母さん帰ったって私たちが困りますから。あんたたち見ないんですか？巡回とかしないんですか？夜勤とかないんですか？夜勤とか、あ、夜勤とかの時に一人いなくなるから、お母さんに見る。あんたたちの都合、あ、ま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 あ、お母さんもこちらに座るもいいです。ありがとうございます。親切ですね。ここありがとうございます。じゃあここに、はい、ここに座ってください。私はここなんですか？はい。ずいぶんタイミングが、入院患者と。ここに足やってください、じゃあ。ああ、足を上げるってことですか？はい。ありがとうございます、看護婦さん。塗り薬塗りますか？あ、はい、お願いします。はい。うん。どこに塗るんですか？塗り薬。ん？塗り薬。やったら。でも意味ないだろ。行きます。 ありがとうございます。はい、はい、一回拭きます。はい、拭きて、拭き。はい、ありがとうございます。はい、で、聞きたいんですけど、はい、朝ごはんは何時とかね、いろいろ、それマニュアルがをもらってないんで。朝ごはんは、はい、起きてからすぐ。いや、起きてからすぐなんですか？はい、時間決まってないですか？今12時ですよね。はい、あ、いや、今12時じゃないですけど、はい、うーん、朝、7時です。朝ごはん7時。はい。お昼ごはんは、お昼ごはんは今12時ですよね。え、12時じゃない。あ、まあまあ、はい。お昼ご飯の時間を教えてもらっていいですか？時間ですね、3時。うん、3時の3時30分ですね。3時遅くなる。あ、3時30分。はいはいはい。夜ご飯は、夜ご飯は何時ですか？夜ご飯は、はい、4時ですね。はい。妻がなんか笑ってるんですけど、なんか注意してもらっていいですか？あの、なんで笑うんですか？だって3時半に昼ご飯なのに4時に寝るの。もう食ったらすぐですか？あんなに飲んだよ。お母さんのくせに笑わないでくださいよ。あと、お風呂は毎日入れるんですか？はい。あ、すごい、いいですね。お風呂毎日。あ、いいです。あ、でもこれ、これどうし、飲み薬飲みましょうか？いきなりも、ありがとうございます。はい。これ何のお薬ですか？口からこうね、こう続いてここが良くなるんですよ。はい。あ、ここから飲んでください。はい。そこさ、カサ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 。ここから、ここからギューッと出てくるので。あ、良くなった気がします。すっきりしましたか？すっきりしました。はい。で、消灯は何時ですか？消灯って7時。夜ご飯何時からでしたっけ？6時。夜ご飯食べたらもう早く、もう寝なさいと。マニュアルっていうか、病院のマニュアルがないので、わからないんですよ。これを見て休みましょうか。これ何ですか？私たちが作った絵なんですけど。あなたの小さい子の絵ですか？はい。え、これ誰ですか？これ。あ、これ
れは、まあ、あなたは木村レミっていうんですね。うん、私木村チロ。あ、同じ木村なんですね。はい、ほら、これは家族三姉妹。え、私、あなたたち三姉妹なんです。はい、レミってあなたでしょ。これ後でゆっくり、じゃあ、いいんですよね、はい、私もらっていいんですか、うん、あ、もらっていいか、あ、じゃあ、入院中だけってことですね。はい、わかりました、ありがとうございます。点滴とかあります？何ですか、点滴って。点滴とか、なんか注射とか、検査とか。あ、ありません。何もないですか？あ、ポンポンするの忘れちゃった、もういいか。明日とかするのでポンポンとかは。何ですか、ポンポンって。ポンポンって、こう腹を押してポンポンって。誰の出しですか？どうなんですよ。診察ってことですか？明日やりますから。何ですか、治療ですか？え、先生、これ何ですか？扇風機ですよ。はい、あ、暑いから持ってきて。これ、暑くなる扇風機ですよ。でも、青森の5月はそんな暑くないと思うんですけど。だから、これ暑くなる扇風機なんです。暑くしてどうするんだよ。暑くしますよ。なんで暑くするんだよ。すみません、足を温めるってことですか？はい、本当に冷やさなきゃいけないんです。これさ、足側なので、これさ、これをつけるところどこにあるんですか？もう私知ってますよ。ちょっと待って。え、どこにもないよ。ないでしょ。あった。あ、いい風来てます。看護師さん、はい、はい、何が、はい、あ、ごめんなさい、すいません。すいません。大丈夫ですよ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫だって、はい、看護師なんで大丈夫です。看護師でも怪我するときはするんじゃないですか？はい、なんすか、朝ごはん7時から8時、昼ごはん3時半から4時半、夜ごはん6時から6時半、寝る、あれ、さっきと変わってないですか？これなんで昼が3時半から、寝る時間7時。ねえ、何かあった場合助けてと叫んでください。ナースコールないの？ナースコールないの？助けてーって叫ぶしかない。叫べない状態になったらどうするんですか？ご協力よろしくお願いいたします。叫べない状態になったら、はい、私たちが何かあるかなって見に来ます。目当て、元気に生活を。扇風機も終わりの時間になりますか？おやすみなさい。もう寝る時間です。あ、もう寝る時間です、はい、あ、もう寝る時間特に過ぎてます。申し訳ないんですけど、はい、退院したいんですよ。何退院？こんな病院にいたくない。いや、じゃあここにもう来ないでください。だってそうじゃないか。お母さんはここにいてくださいよ。いや、おかしいだろ。おかしくないか、これねえ、こう飯の時間とかおかしいだろ。だってなんで昼が3時半からなんだねえ、これおかしいだろ。これ看護婦、この人が書いたんだもん。え、お前たちが言ってたんだよ。あなたたちが、なんでですか？じゃあもうここに来ないでください。はい、この病院はないですから。帰ってください。帰ってください。帰るよ。クソ病院が。ここなんていう病院だ。木村病院です。なんだ木村病院って。帰
ください。あ、そう、あなたの目はでも木村ですよね。だからここに来たんだよ。親近感があってここに来たんだよ。何も調べずダメだ。こんなとこがふざけんじゃないよ。何がすぐに誘引だ。おかしいだろ。ギブスやった時点で入院じゃないのか。だったら入院って言っただろうが。医者の資格ないよ。看護婦の資格ないよ。本当に医者か、本当に看護婦か。看護師ですよ。君は医者ですよ。ヤブ医者って言うんだよ。うるせんですけど。早く帰ってください。帰ってください。勝手にしてください。もうこの病院は終わりだ。じゃあ帰ってください。あ、もうここ閉まってますから。もうここから出られます。あれ、ちょっと何すんだ。何でもいいんですよ。もう寝る時間になったので。じゃあみんなで寝よう。やめてくださいよ。そうですよ。キモいですよ。自社にやめてくださいよ。そうですよ。自社にやめてくださいよ。キモいんですよ。お前たち日本語分かってないようだな。私たちは外国の人だよ。そうよ。じゃあこれからお前たちを外国に連れて行こう。俺は外国じゃない。俺も外国じゃない。私の妻と一緒に外国に行って外国が好きなよ。じゃあ外国、外国じゃないんだもん。お前も外国だ。いやだ。みんなで外国に行って。このカメラマンも外国だ。あ、外国私嫌い。外国のメリーに見てもらいたい。お前のような医者はカスだ。あっそう、カスだろ。カスだから。カスがカスがバーカ。カスがの相方は誰だかわかるか。私はね、若林だ。バーカバーカ帰るぞ。恥ずかしいよ。じゃあさ、私は本当に偽物なんだから。本当に私も偽物。